どうも、今回は芸能事務所勢力図ランキングトップ13です。いってみましょう。13位、スイートパワー。1996年設立で、まあ、他の事務所と比べると社歴は浅いですが、所属タレントがドラマの主演などに抜擢されることも多い実力のある事務所です。黒木メイサさん、桜庭菜々美さん、岡田健史さんなどが所属し、かつては人気女優の堀北真希さんも在籍してました。堀北さんは結婚後すっぱりと仕事を辞めるつもりでしたが、事務所の圧力により仕事を詰め込まれ、なかなか辞めさせてもらえなかったとの噂も。その後、同じく看板女優だった桐谷美玲さんも退社したため、先行きが不安な状態なようです。12位、ライジングプロダクション。水木有沙さんや平愛梨さんなどの女優タレントや、荻野目洋子さん、ダパンプ三浦大知さんなどのダンスを得意とするアーティストが所属しています。人気芸能人を多数抱えているライジングプロダクションですが、創業者の平哲夫さんは2001年に脱税によって逮捕されており、元暴力団員だったとの噂も。2014年に安室奈美恵さんが退社を発表した際にはかなり揉め、週刊誌には事務所に都合のいいことばかりが書かれていたことから、報道に圧力がかけられていたのではと言われています。11位、レプロエンターテインメント。国民的人気女優の新垣結衣さんが結婚してフリーになる前まで所属していた事務所です。2022年現在は牧陽子さん、裕二さん、菊池亜美さんなどが所属しています。そんなレプロは最大大手事務所バーニングプロダクションの傘下であることから、芸能界での権力も強く、所属芸能人のスキャンダルをもみ消しているとの噂が。所属タレントのマギーさんや川島海荷さんの不倫報道についてテレビでは全く報じられなかったため、不信感を持つ視聴者も多いようです。かつて所属していた清水文香さんは月給5万円、3時間睡眠、休みなしとの労働環境を告白しており、ブラック事務所の疑惑が広がっています。10位、オスカープロモーション。元はモデル事務所として設立した美少女美女タレントのマネジメントに力のある芸能事務所です。オスカー主催の全日本国民的美少女コンテストは1987年から30年以上にわたって開催されており、米倉涼子さん、上戸彩さん、武井絵美さんなどの人気女優を数多く輩出してきました。そんなオスカーには25歳まで恋愛禁止のルールがあり、厳しい芸能界で生き残っていくために設けた決まりと2017年に副社長が明かしています。近年は創業者の世代交代などによる経営方針の変化により、米倉涼子さん、剛力彩芽さん、福田沙紀さんなど主力タレントの退社が相次いでいます。9位、スターダストプロモーション。オスカープロモーションを経て独立した芸能プロモーターが立ち上げた芸能事務所です。山田孝之さん、久保田正孝さん、横浜流星さん、それから北川景子さん、本田翼さんなどが所属しています。俳優部門が特に強い事務所ですが、桃色クローバー Z などのアーティストの育成にも力を入れています。スカウトやオーディションを行う回数が、まあ、他の事務所よりも多く、新人発掘にも積極的に取り組んでいるようです。人気者はスター組、仕事のないタレントはダスト組と、事務所内での区別を所属タレントがネタにしたこともありましたが、まあ、実際にはそのような区別はないそうです。8位、 LDH。 EXILE のメンバーが設立した芸能事務所で、3代目 JSOUL BROTHERS や GENERATIONS が所属しています。設立当初はメンバー6人が50万円ずつ出し合って有限会社を作り、リーダーのヒロさんが社長、メンバーが社員という形でした。その後かなりの勢いで会社は成長しましたが、2016年にレコード大賞の
買収疑惑が持ち上がり、ヒロさんは社長を退任しています。レコ大に絶大な影響力を持つバーニングプロダクションに1億円を渡し、3代目 JSOUL BROTHERS が対象となるように便宜を図っていたとのことで、世間からはバッシングが相次ぎました。7位、 AVIX。 音楽業界に強い影響力を持つ芸能事務所で、浜崎あゆみさんや倖田來未さんが所属してます。もともとは輸入レコードの卸業を行っていた会社でしたが、 TRF、グローブ、安室奈美恵さんなどが基礎となり、浜崎あゆみさんのブレイクをきっかけに音楽業界で一大勢力を築き上げました。近年はコロナの影響によりライブが開催できないことから業績が心配されていましたが、海外ビジネスなどに早くから注目し、収益を拡大している様子。日本アニメの海外拡大を図るためにサウジアラビアの大手イベント会社と提携するなど、音楽以外の分野にも力を入れてます。6位、ホリプロ。タレント、俳優、女優、お笑い芸人と幅広い芸能人が所属する大手芸能事務所です。和田アキ子さん、石原さとみさん、綾瀬はるかさん、深田恭子さん、妻夫木聡さん、松山ケンイチさん、サマーズさんなどが所属しています。新人を発掘するオーディションホリプロスカウトキャラバンや、新人への入寮制度など、原石を見つけて丁寧に育てる社風の事務所です。女子寮は男子禁制で、男性マネージャーも玄関までしか入れない決まりとのこと。かなり厳重にタレントを守っている様子が伺えます。まあ、現在は分かりませんが、昔は食事代や水道光熱費込みで寮費は1万円と、とても安かったそうです。5位、アミューズ。サザンオールスターズ、福山雅治さん、パフューム、星野源さん、吉沢亮さんなど有名アーティストや俳優が多数所属する大手芸能事務所です。ドラマや映画への権力が特に大きく、新人タレントが突如月九ドラマの主演に抜擢されたこともあり、ゴリ押しではないかと世間からは批判の声も上がっています。コンプライアンスがしっかりしている堅実な印象の事務所ですが、2021年には俳優の佐藤健さんと神木隆之介さん、それからロックバンドのワンオクロックが相次いで独立を発表。人気俳優と人気バンドの力を失ったことで、今後のアミューズの動向を不安視する声もあるようです。4位、田辺エージェンシー。日本の音楽事業で大きな権力を持っていると言われる田辺正一さんが設立した事務所です。タモリさん、酒井雅人さん、研ナオコさん、長作ひろみさんなど、安定感と実力のあるタレントや役者が揃っています。 SMAP の独立騒動の際には、真っ先に移籍先として名前が挙がった事務所でもあり、各所から信頼度の高さが伺えます。過去には人気アナウンサーの夏目未来さんも所属しており、一時はスキャンダルで干された夏目さんをマツコ&有吉の怒り浸透に猛プッシュして再び人気者にしたのが社長の田辺さんだったとの噂です。3位、ジャニーズ。言わずと知れた男性アイドルグループの大手芸能事務所です。 SMAP、 嵐、TOKIO など数々の国民的人気グループを輩出してきました。創業者であるジャニー喜多川さんの圧倒的なカリスマ力で芸能界をのし上がってきたようですが、ジャニーさんによる所属タレントへのセクハラなどの黒い噂も絶えません。また報道に関して徹底的な圧力をかけており、所属タレントが不利になる表現は一切許していないとのこと。ジャニーさん亡き後は滝沢秀明さんがマネジメント業務を行っていますが、手越優也さんや山下智久さん、それから永瀬智也さんが相次いで退所するなど、事務所内は混乱に見舞われているようです。2位、吉本興業。多くのお笑い芸人が所属する大手芸能事務所です。所属芸人はなんと
6000人にも上ると言われ、さんまさん、ダウンタウン、ナインティナイン、ココリコなどが所属。ベテランから若手まで多くの芸人を抱える吉本ですが、所属芸人の不倫、浮気などのスキャンダルや暴力団関係者との交際など黒い噂が絶えず、2019年にはブラック企業大賞に選ばれるなど劣悪な労働環境が話題に。2019年に発覚した闇営業問題をきっかけに、数々の所属芸人が吉本の裏側を暴露しており、ギャラは1割しかもらえない、吉本と芸人の間に契約書がないなど雑な管理体制が批判を浴びています。そして栄えある第1位はバーニングプロダクションです。郷ひろみさん、小池徹平さん、ウエンツ瑛士さん、三浦翔平さんなどが所属しています。複数のグループ企業を持ち、いくつもの芸能事務所を管轄していることから、芸能界で非常に大きな力を持っていると言われています。そのためスキャンダルの扱いには、うまくコントロールされていて、所属タレントの不祥事がテレビなどで報じられることは絶対にないそうです。代表取締役を務める芸能界のドンとも言われてます須保郁夫さんは、暴力団とのつながりが噂されており、2001年には2度にわたって事務所に銃弾が撃ち込まれた大事件もありました。しかしなぜか警察への被害届は出されず、マスコミも大きく騒ぐことはなかったそうです。過去には須保さんの怒りに触れて追放されたタレントがいるとの噂もあり、誰も逆らうことができない絶大な権力を持っていると言われています。はい、ランキングをご覧いただきました。この動画を見てなんか面白かったと思った方は、高評価、チャンネル登録、ベルマーク、通知登録3点お願いします。あとおすすめ動画もあるので概要欄のチェックもよろしくお願いします。ではまた。ジャニーズ個人年収ランキングトップ30について27位永瀬廉さん、推定年収2100万円。ビビ国宝級イケメンランキング2020上半期1位。そして